はい、皆様こんにちは。ガボラトリー将軍でございます。本日は笑ってるスカルのブレスレットです。ファイブラッフィングスカルと言います。大笑いしてるんですね。こうやってガハハみたいな、ガハハで、歯のこの裏もちゃんとこうあるんですよね。この歯の中わかります？この歯の中もあるんですね。これありゃーみたいな、この歯の中がこうすり合わせるところがあるんですよね、ちゃんと。いやちょっとこうなんていうんですか、ちょっと細く見えるのはこれ、まあ多分その口開いてるから長く見えるから、なんていうんですかね、細く見えるんだと思うんですよね。まあちょっと細いのかなみたいな。あ、後頭部ひび割り、ひび割りです。こっちもこれはバターナイフの中にもこういうこのひびのやつは使われてますよね。だからバターナイフの親戚系ですよね、これも。だからこの、まあ、バターナイフのスカールとこいつは、親戚なんですね。これはちょっと念のために測っておきましょうか。これ、これ高めかな。これまたちょっと大きいから、ちょっと大きすぎるけど、えらい大きいねみたいな。まあ別に普通よりちょっと大きいぐらいで大丈夫ですね。ちょっと細いかなと思ったんだけど大丈夫ですね。これはまあ7スカルとか8スカルじゃなくて5なんですね。まあこういう感じで、東京ディナイアルはやっぱり長くやってるから結構こういうスペシャルには強いんですよね。東京には原宿とのディナイアルと2軒あるんですけど、原宿はどっちかというとマリアから転校組なんで、やっぱこういうスペシャルじゃないのが売れるんですよね、普通の、伝統的なタイプ、ディナイアルはもうこういうカスタム詳しいんですね。やっぱり長くやってるから、そういう、なんていうかおすすめがうまいっていうか、ガボラトリーに何ができるかをよく知ってるんですね。だからやっぱりこういう、スペシャル系が多いんですね。おっさんものすごい詳しいんですわ。だから細かいんですわ。でも原宿はノーマルでそのままスタンプもそのままカスタムしないでパッとそのまま持って帰る客が多いんで、手離れがいいんですね。客層が全然違うんですよね。やっぱスペシャルはディナイアルみたいな、あれ顔も全然よく見たら違いますよね。これとこれ似てるけど、やっぱりその口の開き方っていうか、これ全部口の開き方も手作りですからね。これちょっと歪んでますよね。まあ、いい顔してるんじゃないかな、これ案外いいですね、これ。で、これもう一つの売り、さっき気がついたんですけど、これあれですよね、クォーターかもっとちっちゃいか、なんか小さいけど大きいスカルですよね、これ。これも案外これから流行るんじゃないかなみたいな、何のスカルかちょっと分かりません。ピアスかな、これ。12ミリもっとちっちゃいかな。ピアスのスカルかもしれませんね、これして。まあこういうこともディナイアルに言っていただくといろいろ
路線してくれると思いますので、もちろん横浜の方がもっとすごいですけど本日はこんなところで、失礼させていただきます。ご清聴ありがとうございました。